高松ご通行人の皆様、こんにちは。幸福実現党、幸福実現党の党首の釈良子でございます。大変お世話になっております。幸福実現党でございます。この高松の皆様に本日私徳島の方から移動してまいりました。幸福実現党はこの度高松におきましては、一つ目の投票箱は皆様ご自由にいただく、ところが二つ目の投票箱には何とぞ幸福実現党の幸福とお書きいただきますようよろしくお願いいたします。ありがとうございます。幸福実現党の党首の釈良子でございます。ありがとうございます。選挙が21日投開票と迫ってまいりました。どうか折り返し点が過ぎまして、本日また今日は高松の皆様にどうかぜひとも2つ目の投票箱に1票お託しいただきますよう、私党首の釈良子でございます。何卒よろしくお願いいたします。ありがとうございます。さて、この高松の皆様にとって大きな選挙でございます。私ども幸福実現党の東香川市で宮脇議員が今当選しまして活躍をしているところでございます。ありがとうございます。宮脇美智子市議が今東香川市の方で活躍をさせていただいております。全国でこのように36名毎週選挙もございます。先々週もまた岩手県で1人女性が当選いたしました。どんどん押してまいりたいと思います。そして皆様のお力でどうか国政に押し上げていただきたいと思うんです。と言いますのも、私たち幸福実現党はこの日本を本当の意味で元気にする政策を持っている、ある意味たった一つの政党だからなんです。皆様ありがとうございます。この香川県といえば何でしょうか。まず万能池を作られた空海様の、そうした弘法大師のそうした地盤でございます。駒子の代、また後世に残す大きな遺産がありました結果、この香川万能駅が あったその香川がこの日本の中でも発展してきたところがございます。このように駒子の代、そしてさらに次の代と大きく富が増えていく、暮らしが豊かになっていく、このような大きな投資というものがこの香川県にとってはこれからますます大事になるのではないでしょうか。そこで私たち幸福実現党は本日3つの経済政策を持ってまいりました。まず1つ目でございます。まずこの日本、これから元気になるために、そしてこの何よりも香川の皆様がお元気になるために、まず皆様に私ども幸福実現党を提案したいのが四国新幹線の開通でございます。北海道から九州まで新幹線がないのはこの四国だけが新幹線の空白地帯なんです。皆さん、私今日徳島からバスで来ました。愛媛、松山から高知、ものすごく時間がかかります。この四国にどうか新幹線を早期に通そうではありませんか。もし新幹線が通ったらどうなるのか。大阪とこの高松近くなります。さらに四国の4県の一つの大きなメガリージョン、つまり大きな都市として四国が一つになってまいります。このように駒子の代、次の代まで大きく発展するためには、この今回の選挙ばらまき合戦でございますが、砂に水をまくような消えていく投資ではなくて、大きく駒子の代まで豊かな、そうした高松を実現するためには何が何でも今回皆様この四国新幹線通そうと、この機運を盛り上げていかなければいけません。私たち幸福実現党はこのように投資をするんであれば、国でないとできないような大胆な投資をしていこうと思っております。
今皆さん、じゃあそのお金どこにあるのか思いでしょう。実はこの日本、かなりお金がある国ではあるんです。企業の内部留保は500兆円、そして個人の金融資産が1000兆円、合わせて1500兆円。これを10年間で10分の1、この未来に向けて投資をするだけで、これからの高松、そしてこの四国、日本は大きく潤ってまいります。大胆な投資で未来を開いていきたい。この新幹線の空白地帯である四国を変えていきたいと思っております。幸福実現党でございます。ありがとうございます。さて、もう一つ、本日は皆様に幸福実現党をご提案したいのが減税でございます。皆さん、減税なんです。減税、幸福実現党は消費税を 5% に下げようと考えております。消費減税、消費税を 5% に下げるということでございます。この高松でも百貨店潰れていくような雰囲気があると聞いております。実はこれから私も三越の前で街頭演説をさせていただきますが、これから新潟、そして東京の西の方の三越は店じまいが決まっております。消費というものが非常に厳しくなっております。そこで私たち幸福実現党は、この日本の経済を元気にするために消費税を 5% に下げてまいろうと思っております。この消費減税、減税というのは実は日本の中では洗脳が効いております。財務省、そして自民党の先生方が増税をしたら年金が危ないと、そのようなお声を日本中に広めております。しかしです、この日本の中で増税というものを刷り込まれておりますけれども、減税こそが世界の大きな潮流なんです。皆様ご存知でしょうか。減税でアメリカは大変景気が良くなりました。そしてアメリカだけではありません。なんとカナダ、こちらも消費税を下げました。そしてオーストラリアも減税です。もう一回言います。カナダもオーストラリアも減税、そしてインドも減税、それからロシアは消費税を導入しようとしましたけど、これ中止いたしました。そしてまだまだあるんです。あの財政破綻をしたギリシャ、あのギリシャも実は減税をしようじゃないかということで、この7月選挙があったんです。今まで緊縮財政でギチギチやってましたけれども、結局ですね、減税をすることで自分の国の経済を活発にする、元気にする、これどこの国でもやってるんです。しかも中国だってそうですよ。アメリカも、そしてイギリスの今度ボリス・ジョンソンさんになると思いますけど、みんな世界中は減税をしてるんです。ところが日本だけが今度10月に消費税を 10% に上げる、これはどうかしてると思いませんでしょうか。皆様、私たち幸福実現党は減税制度、減税を実現しようと思っております。幸福実現党、私党首の釈良子でございます。ありがとうございます。本日はこのように、まず国じゃないとできない大胆な投資として、四国新幹線の開通、これを目指しましょうというお話をさせていただきました。そして2つ目に、減税をしましょうと、この国の景気を良くするために必ず皆様の減税政策で懐豊かになってまいります。ちなみに、もし30年前からこの日本、消費税を導入しなかったらさあどうなってたか、消費税がなかったら今頃ですよ、皆様、そう、景気が斜め上に上がっておりまして、皆様の今の平均所得いくらだったと思います？なんと900万か1000万ですよ。今頃900万から1000万ぐらい皆さんの平均給与あったんです。この現実を知ったときに、消費税を導入して、そしてこの日本の経済足かせをはめたその大きな罪、これをですね、
これまでの既存の政党を感じていかなきゃいけないと思います。同じように皆さん、消費税を上げる政党、自民党、公明党を入れたら、次必ず消費税 15% です。さらに 26%、 最終的には 70% まで確実にいきます。これ数字で分かってるんです。それでも皆さん入れますか？さらに野党の皆さんも消費税は中止と言いますが、基本的に野党の皆さんもなんとその他の政策、その他の増税、所得税累進強化、また法人税強化、さらに資産課税の強化、このように山ほど裏に増税がございますので、大増税政党なんです。結局トランプ大統領と同じように景気を浮力を上げさせるのは、私たち国立憲党の政策だけでございます。日本一の経済政策、どうかご注目をいただいて、皆様2つ目の投票箱には幸福実現党と一票入れていただきますようよろしくお願いいたします。ありがとうございます。そしてこの日本を確実に浮力を上げるためには、最後、自分の国は自分で守る、この私たち経済を強くすると同時に国を守ること、これも日本の経済を確実に強くしてまいります。トランプ大統領が自分の国は自分で守ったらどうかと言われるようになりました。で、私たち幸福実現党はその声、まさに正論になってまいりました。で、どうか私たちの今回の選挙、他の政党言いませんけれども、日本のこの守り、これを強くすることが経済をも強くすることに直結してまいります。隣の国の中国共産党の脅威、こうした問題、これもですね、そう、そして韓国から北朝鮮からミサイルを向けれる、これも経済優先で自分の国のことを守りもしない、その姿勢に対して揺さぶられてきております。この日本にとって大きな転換点である今回の選挙におきまして、どうか比例は幸福実現党にお力をいただきますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。幸福実現党党首の釈良子でございました。ありがとうございます。幸福、2つ目の投票箱には幸福実現党、あるいは釈良子とお書きいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。